髪色いいですね。黒だよ。リカちゃん、ほんとお嫁さんに欲しい。それは無理だ、願いだな。でこだし、ちょっともう無罪ってなってあげた。うざすぎってなってあげました。えへ、りーちゃん今日もう疲れてやる気ない。何もかもがもう本当に何もやる気ない。かゆ。今日はね、いっぱいね、駆けずり回ったんです。いろんなことをして、それで今後のこともしたし、もう大変だったんですよね。ごきげんよう。多分ね、りーちゃんはね、多分忙しく働くことに多分向いてない。だからあれだ、ニートになります。ニート万歳。誰か養ってくれ。養って養って理解面のことを天蓋付きベッドで、天蓋付きベッドに寝かせてくれて、3食おいしいご飯を用意してくれて、ガーデンでティーができる生活をさせてくれる人がいい。今日はナチュラルリカちゃん。うん、ちょっともう今日疲れてて、ちょっと慣れない。甘め。キャラ設定甘め。表に出るべき態度ではない、これは。ちなみに石油を石油を今日も美しいのでいらっしゃいます。ありがとう。理解面ね、韓国の、でもね、これ荒れたって人もいて、ちょっと人それぞれなんだけど、効果は。ピンクのさ、これぐらいのブビブビっていうリップのスクラブ、のやつやったから、ちょっと
唇がプルプルなんですよね。つまり今日はキスできます。だからみんなが浮気したら恋愛リアリティショーに出てキスするからねって言ってるよね。卒業した後なんてやりたい放題なんだから、もうみんなが浮気したらリカは恋愛リアリティショーに出てキスするからねって言ってるからね。頼むよ。恋愛リアリティショーに出てやるんだからの巻しっかりと言った。恋愛リアリティショーなんかに出てやる。これ結構効くでしょ、この脅し。この脅しは結構効くでしょ。の巻ではなくてですね。いやでもだからみんなが浮気せずリカのことをずっと好きでいてくれたらいいよ。え、君たちは何があったとしてもリガンことを愛せると誓いますか？何があったとしてもですよ。ローンすることだから。おー。じゃあみんなもちろんということでいいですか。なるほど。さっきさコメントで上戸彩ちゃんみたいってコメントあったんだけど、あれ鵜呑みにしていいやつ？でもちっちゃい時めっちゃ言われてたんですよね、上戸彩さんに似てるって。ちっちゃい時ね、ちっちゃい時、ちっちゃい時でもずっと前髪上げてたから、前髪上げたらいいのかな、常に。そう、なんかのグラビアの時もメイクさんとかにずっと言われてて、そう、え、鵜呑みにするね、いい、鵜呑みにするよ。でもちっちゃい時本当に言われてたんです。離れ目の星、植田絵さん、やっぱ平たい顔族ということか。平たい顔族、ああ、あと理科の人も言われたことある、なんだっけ、ちょっと名前出てこない、もう一人いる、
これさ、一回で聞かなくなった。なんで？タタタンタタタンタタタン。卒業したらリカちゃんなんて呼んだらいいですか？今のままでいいけど、リカ姫だよ。せやで。トト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 ト。あのさ、なんだっけ、もう一人いない、なんか離れ目の人。魚顔だからね、アクティブフィッシュ。もうね、顔は諦めたんです。雰囲気でごまかしていこうと思って。もう30代になっても30代に見えないねって言われたいから、少しずつごまかしていこうと。思ってね。てるるっと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 リカ、この歌好き。てるるるっとどこどこどーどるっとっとっとるるっと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 。顔が可愛いです。ありがとう。魚類の中では可愛い方だと思います。声優になれそう。誰？私？声優になれるかな。生まれて初めて人類の中、人類は可愛い子いっぱいいるので、うるさい。怖いんだけど。治安？治安終わってて草。
ねえリカさ、明日さ生放送なんですよ。なんかそれで結構あのうーってなってるんだけど、でも生放送はのいいところはカットされて傷つくことがない。あれこの発言私いらなかったのかな、言えって言われたから言ったのにみたいな、そういう悩みがない。あとはでも生放送は間違えても修正が効かないんですよ。これは結構きついですよね。まあそう、卒業前にあんまりこうなんだ変に炎上したくないなっていう気持ちはねあるので怖いですね。でもリカンメが炎上したらみんな助けてリカンこと。助けてくれる？なんか難しい番組らしいんです。だからこと聞かれたらリカ姫頭悪いからわからないですって言っちゃいそう。わからないですって言っちゃったらごめんね。真面目なお題、そう田村淳さんの番組ちょっと怖い。うん、なんか怖い。ロンハーの運動会で一度お会いしたことがあるんですけど、私の印象はどう言ったらいいんだろう。結構バッサリ納得いくことはいく、いかないことはいかない。好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、しかもとことん嫌いみたいな人に見えた。だから、どっちかっていうと私もそのタイプだからあれだけど、でもやっぱりな、そういう有名な人に会うと私ってなっちゃう。テレビの世界で生きてる人だなって。もちろんすごい方だし素敵な方だと思いますよ。私の力不足というか、なんかそういうのをこう目の当たりにする
と、うん、で次の日まで引きずるやつ。いつも通りでいいのでは。この感じでいい？わかりません。りーちゃんグミが好き最近はグミが好き。最近はグミが好き。あとねハイチュウも好き。あとはわかりませんっていう。だから明日は一緒に戦ってください。なんか人にシンプルにこう初めて会う時の、まあ初めてではないんだけど、初めて会う時のこうなんか独特の気の使い合いってあるじゃないですか。それが明日あると思うと、そのスタッフさんとかもねちょっとおーしんどいなーっていう。メンタル面ね。ちょっと待ってね。ドゥドゥーン。泣いちゃったかと思った。これできる？唇収納するやつ。みんなやったことないでしょ。やってみてピヨピヨするやつ。でも今日疲れててもう頭が回らないので脊髄配信ですけど、できないでしょ、どうせ。ピヨピヨできない、グミンどもが。なんか DMM この間の初日のやつさ、漏れてたから見て、見に来た人も DMM でも見て、それやるとブッて音出る。どうやったら出るの？いっぱい見たよ。絶対嘘。じゃあ何回見た？絶対嘘だよ。通勤時見ては。本当？
その口人できないです。最初から可愛すぎてなかなか先に進め、最初なんだっけ、ほこりの丘。でもなんか忖度プレイングでさ、あのカメラマンさんたちがいっぱい写してくれてた初日だから嬉しい嬉しい。まあ人の生誕と被んないようにしただけあるって感じですね。ね、忖度されてたよね。私めっちゃ抜かれてた。見てください、ぜひぜひ。とわわわわわわ、明日がそれだから帰ってくるまでわからない、どうなるか、帰ってくるまで配信できるかわからない、朝は移動があってできない、ごめんなさい。あ、でも5時とかからやればワンチャンできるけど、そうすると2回目生放送の時には死んでるので、あのちょっと大丈夫かしら。うん、今日はもう疲れたからそろそろ終わる。いっぱいだって30分までここで、次30分後次の現場で、で移動があってなんとかでなんとか、今日そんな感じだった。ずーっと予定で言うとね6個入ったんですよ、さっきのやつ合わせて6個だよ。6個、キモくない？カレンダーに6個予定入ってんのキモくない？自分のやつその仕様も詰め込んだから今日に、合間に、だからあのいっぱいこう動き回って今日は疲れたのでちょっと寝まーす。ありがとう、みんな見てくれて。2回目のことを忘れたら恋愛リアリティショーに出てやるからな、という今日のお言葉。あ、はい。7位がタルさん、6位がテイテイ、5位が元吉さん、4位が天翔さん、3位がテルモキバーガーさん、2位が手豆さん、1位がタタズミのフォッカさんです。タタズミのフォッカートゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 、バイバーイ。みんなにはこれをお見舞いし